メドレーでやってみようと思います。第1曲目はアート引っ越しセンターです。コード進行にご注目。ワン、ツー、スリー、フォー。アート引っ越しセンターへ。じゃじゃん。短い。はい。これね、コード進行全く一緒でできる CM ソングがあります。マルシンハンバーグいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。マルシン、マルシン、ハンバーグ。じゃじゃん。まさかのコード進行全く一緒。この短さがね、この CM のインパクトをドーンとこうつけるわけです。じゃあ、どんどんいきます。次はね、積水ハウスです。これはですね、いろんな歌詞のバージョンがあるんですけど、まあ、昭和のやつでいきます。ワン、ツー、スリー。あの街に、あの家に、心は帰る。家に帰れば、積水ハウス。この積水ハウス、はい、どんどんいきます。今日も10連発ですから、今は3つ目で今度は4つ目、これがね結構ね可愛らしいやつ。チェルシーいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ほい。私にはわかる明日が楽しさを分けてあげたい。ほらチェルシー、もう一つチェルシー、ほらチェルシー、もう一つチェルシー。せーの、チェルシー。懐かしいチェルシー。今もこの CM やってんですかね。うん、どんどんいきますよ。次 5個目はですね、あ、これはね清いやつです。はい、星雲行ってみようと思います。この曲だけね、ワンブロック3回弾く3拍子の曲だから、ワン、ツー、スリー、ワン、スリー、アルペジオでもいいと思いますけど、今回はまあまあ3つ弾きでやってみます。ワン、ツー、セーウン、それは君が見た機械、僕が見た希望、幸せの青い雲、せーせーの、じゃじゃん。あ、爽やか、青空がね目に浮かびますね。はい、次は6曲目になります。はい、これもねインパクト、今はもうこれやってないな。はい、マルダイハンバーグです。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハイリハイリフレハイリホー、ハイリハイリフレホー、ハイリハイリフレホー、ハイリハイリフレホー、ハイリ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 ホー、ハイリハイリフレホー。大きくなるよ、マルダイハンバーグ。せーの、じゃじゃん。あ、これは気持ちがいいですよ。マルダイハンバーグ。入り入り触れ入りふわ、やっぱりこれはね、うん、これはもうたまらないやつです。はい、それでは次7曲目になります。7曲目は、いすゞのトラックのコマーシャルソング。この曲はね、今でもきっと CM 流れてるでしょう。これはですね、このデモ演奏で16ビートでやりますけれども、皆さん4つ弾きでもいいんでね、これね、結構いいですよ、やっぱり。はい。じゃあやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。いつまでも、いつまでも、走れ走れ、いすゞのトラック。どこまでも、どこまでも、走れ走れいすゞのトラック、いつまでもどこまでも。せーの、こ
これはですね、もうトラックの運転手さんには聞かせてあげたい。というか、トラックで引くのもいいと思いますけどね。どんどん行きます。次、8曲目はね、これはですね、もう鳥が羽ばたくイメージでおなじみの、ロート製薬のコマーシャル行ってみると。最近これやってないのかな？もう、これも懐かしい CM だと思います。行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ロート、ロート、ロート。ロート、ロート、ロート。ロート製薬。せーの、爽やかな、これもいいですね。鳥がバーっとこう働くじゃねえ、飛んでいく、そんなイメージでございます。爽やかだな、昔のコマーシャルソングは。はい、次はもう9曲目。もう9曲目になっちゃった、残念なんですけど、次はね、超絶短いやついきます。こんな短いコマーシャルソングあっていいのかってくらい短いんですけど、なんとワンブロックで終わっちゃうやつなんですけどね。まあこれソングというニューヨークはわからないですけど、一応歌ってますから、これは欠かせないやつです。札幌一番味噌ラーメン、いこうと思います。はい。ドコード、これですからね。ワンブロックですからね。ワン、ゆっくりいくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。札幌一番味噌ラーメン。せーの、ドジャー。はぁ、短い。札幌一番味噌ラーメン。その中にこう止まるとか入ってて、なんか結構深いですよね。はい。これはね、すぐできると思いますからやってください。ああ、とうとうもう10曲目、最後の曲になっちゃいました。最後はですね、やっぱりこう落ち着いて、家でね、こう、キュッといけるやつ。はい。菊間サムネ。こちらのコマーシャルソング、行ってみたいと思います。最後ですから皆さん、心込めていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。やっぱり、俺は、菊間さむね。せーの。はい。これで10個で揃いましたけど、これね、ほんとワンフレーズがインパクトがまあすごいっていうか、こう何の気なしに聞いてるから、余計こう覚えちゃってるっていうのもあると思うんですけど、昭和をやってる。これ第1弾なんで、まあもしかして第2弾、第3弾、続いていくかもしれませんけど。赤い狐と緑の狸です。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤い狐と緑の狸。はい。終わりです。すごいですよね。はい。これちょっとまあ、アレンジするならばね。はい。まずこれ最初はエマイヤ伸ばすのがいいと思うんだよね。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤い狐と緑の狸。アレンジの仕様がねえってところありますけど、まあいろんな弾き方でこれ、はい、もうこれ本当出落ちみたいなもんで、なんかね、例えばこう、まあ今ね、出会えないから、ズームでセッションしてるときに、なんかこう、ね、なんかちょっと間延びしたなと思ったら、ふいにやるんですよ。赤い狐と緑の狸。こんな時に使えるかなと思いますね。こんな時だからね、やっぱりね、楽しいことやろう、少し。うん。笑顔を作っていきましょう。はい。じゃあ次の曲、もう2曲目ですよ、2曲目。早い。こっちはですね、結構曲として成立しているやつです。皆さん大好きなあれです。はい。ドン。ヤンボー、マンボー、Thank you, ho! これはいいですよ、これは。はい。まずはじゃあゆっくり、初心者さん向けやってみます。これもコード、コード4つで、4つですからね。はい。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー、僕の名前はマーボー、二人合わせてヤンマーだ、君と僕とでヤンマーだ、小さなものから大きなものまで動かす力だヤンマーディーゼル。せーの、じゃん。ああ、いいですね。ああ、やっぱりね。この曲いいですね。やっぱこう、みんな覚えてるでしょ、これ。こうやっぱね、知ってる曲テンション上がりますね。はい。じゃあ、今回かっこいいバージョンもね、まあ流れでやってみようと思うんですけど、かっこいいバージョンはですね、やっぱりこれちょっと軽やかで、ちょっとこの跳ねてる元気いっぱいの8ビートのチャ。これでいこうと思います。そして、途中のね、君と僕とでヤンマーだのところで、このワンブロックにこの C、G7、CC みたいな感じ、ここだけちょっとね、コードにも変化をつけて、かっこいいバージョン。
やってみようと思いますか。これはルンルン気分でね、ヤンボーみたいな、マーボーみたいな、そんなね、ちょっとこんな感じで元気いっぱいでやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー、僕の名前はマーボー。二人合わせてヤンマーだ、君と僕とでヤンマーだ。小さなものから大きなものまで動かす力だよ。No、 じゃじゃん、いいですね、この軽やかさ加減。これちょっとリズム跳ねてる方がね、ヤンボーみたいな感じでね、ヤンボーマーボー、マーボーだけ聞くともうマーボー豆腐みたいな感じですけど、はい、これはですね、今もこれ流れてるんでしょうかね。これはまあまあまあ知ってる方多いでしょう。これコード4つですから、はい、これもおいおいやりましょう。はい、じゃあ次いきます。わー、早いな。3曲目はですね、これもですね、聞いたことある、これ今もうね、多分このお菓子生産中止になってんじゃないかな。カールです。カールおじさんのあの歌なんですけど、これね、ちょっと調べてみたら歌詞がめちゃくちゃあるんですけど、なんか一番印象に残って聞いたことありそうな歌詞を選びました。これね、すごい歌詞があるんで、ご自分で歌いたければいっぱいネットで調べると歌詞出てきてましたね。コードだけ参考にしてください。じゃあこれも行きましょう。これはね、3拍子です。ワンブロックに3回弾いてください。1、2、3。1、2、3です。これも、最初はシンプル簡単バージョン、後半ちょっとね、3拍子のかっこいいリズムでやってみてます。それでは、まあ、簡単な方からいっていきますと。ワン、ツー、スリー、せーの。はー、ほらやのお里にも春が来まして、うつらうつらと漏らしごと、それにつけてもおやつはカール。せーの、バカ。はい、やってみました。ああ、なんかほっこりしますよね。あのひげのおじさん、カールおじさんがね、こう思い浮かばれます。はいはい。で、これ3拍子のリズムなんで、今のはジャンジャンジャン、ジャンジャンジャンでやったんですけど、これはちょっとね、もうちょっとノリを出して、このジャンジャンがチャッカジャンジャン。3拍子のチャみたいな感じでやってみると思います。ちょっとね、リズミカルに、はい、かっこいいバージョンやってます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、せーの。はあ、おらがのお里にも春が来まして、うつらうつらと野らしごと、それにつけてもおやつはかあり、ほい、イエーイ。せーの、最後のそれにつけてもおやつは変わる、ここでガッとこうテンポが変わってバッバッとこうカッティング、かっこいいでしょ。ここでこう世界観をカチッと変えるのがいいんですよ。うつらうつらとのらしごと、それにつけてもおやつは変わる、この軽やかさ、もうこれがね、かっこいいやつでございます。はい、このインパクトが素晴らしいです。はい、次の曲参りましょう。カールおじさんの次はですね、これもお菓子つながりですね。はい、これは有名ですよ。文明堂のカステラです。はい。これは、行きましょう。これをね、かっこいいバージョンと、簡単バージョンに、まず簡単バージョンでゆっくり行きますよ。G7 から行きます。G7 からね。はい。行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。この5人のね、あの中、何あれ、ウサギネズミ、これね、これをちょっとやっぱイメージ大切、イメージ大切ですよ。いつもガズレレで言ってますけど、これはですね、文明堂のカステラのかっこいいバージョンはね、スカビートがいいです。この元気すっちゃ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 みたいな感じ、やってみますよ、かっこいいバージョン。はい、また G7 からいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、フォー。カステラ1番、電話は2番、何時のおやつは文明堂。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。カステラ
これもスカビートいいよ。スカビートっていうね、結構難しいですよ。これ、カッティングを入れるバージョンと入れないバージョンがあるんですよ、スカビートって。ちょっともう一回やってみよう。C で。これは入れないバージョン。カッティング入れると。短い。パが短い。短い方が、まあ、かっこいいって感じかな。カステラ1番で、馬は2番。キレがある方がかっこいいかなという感じですけれども。まあ、これ、ね、いろんなリズムでやるのが楽しい。まあ、なんせコードはもう4つですからね。皆さんの得意の弾き方。これ8ビートでもいいと思うよ。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつはグーメイド。はい、こんな感じでグイ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 、こう元気になるのが一番、これだから、これだから。はい、やってみましょう。はい、じゃあ次の曲いきます。あ、次はこれはね、もうガズ大好きなやつでございます。はい。新日本ハウス、リフォームしようですね。よし、行くぞーさん。これね、やっぱこれちょっとね、頭に残りますから。これやった日にはもう今日一日この歌、頭に回っちゃいますからね。はい、じゃあまだこれもね、かっこいいバージョンと、あ、シンプル簡単バージョン、かっこいいバージョンの順番でやってみようと思います。じゃあ、新日本ハウス、行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。すみなりだ、我が家に、花の香りを添えて、優しさが育った樹木香りも入れて、この街で一番素敵で暮らすたい。リフォームしようよ、全日本ハウス。ダカダンという感じでございます。いやー、これ、コード二つだよ。C と G7 だけでこの曲できてんですよ。よく分析するとね。いや、もう、ヨシイクゾーさんも本当すごいですよね。コード二つでこの印象的な、もう、ここに残るもん、これ。リフォームはもう、新日本ハウスに頼もうかなって感じですよね、本当に。じゃあ、これは、やっぱ、これは軽やかに8ビートのチャですね。ちょっとこう、シャッフル入った。はい、かっこいいバージョン。テンション上がるんだよな、これ。やってみます。ワン、ツー、スリー。すみなりだ、我が家に花の香りを添えて、優しさが育った樹木香りも入れて、この夏で一番素敵で暮らせたい。リフォームしようよ、全日本ハウス。もうこれはね、もうガズさんこの曲大好き。はい、いやテンション上がっちゃった。はい、じゃあ次は6曲目の曲ですよ。これもね、曲というかな、もうフレーズですね。はい、これはもうどうやってもかっこいいバージョンも何もないんですけど、やってみましょう。牛乳石鹸です。いきますよ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸。あっし、シンプル、かっこいいバージョンは、これ、最後のところ、F、G、7、C にした方がかっこいいかもしれない。ちょっとやってみましょう。8ビートバージョン。ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸。はい。用意石鹸、F、G、7、C。これの方がいいかもしれないですね。はい。じゃかじゃん。はい。これも、なんか、すごいワンフレーズ。これも、こういうのが覚えてんだよな。だから C と F と G7 と Am。素晴らしい、やっぱり。はい。じゃあ、いよいよ、もう7曲目に来ちゃった。最後の曲は、あれです。ガズも大好きです。バーモントカレー。西城秀樹さんバージョンでやってみようと思います。まずはね、シンプル簡単バージョンからね。いきますよ。じゃあ、ちょっと、喉を整えていってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けて。悲劇、感激。このフレーズはやっぱちょっと入れときたいとこでございますね。はい、これもかっこいいバージョンは8ビートバージョンでやってみてます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けてる。悲劇、感激。ハウスバーモントカレー。
ハウスバーモントカレーのテーマやってみました。まずこれちょっとゆっくりいこう。これがほらアート引っ越しセンター、一応ほらシリアルナンバー付きです。1位アート引っ越しセンター、2位はマルシンハンバーグ、はい、全く一緒これコード進行ね、一時停止メモってね、はい、でここ積水ハウスとかこんな感じ、ちょっとこんな感じで一時停止メモってください。もちろんあの動画の中をテロップで書いてもらってもいいと思うんですけど、こんな感じで書いてます。でなんで10曲だというと、この ノートには10曲ぎゅうぎゅうで収まったから10曲にしたってことなんですけどね。はい、どんどんこんな感じで写していきます。いやいやいや、まあ案外これは奥が深いんだな、コマーシャルソングって。でコマーシャルソングってこの利用目的が普通の J-POP っていうか、そのポップスとか、まあそういう歌謡曲とはちょっと違うところがあって、やっぱりなんか知らないけど口ずさんじゃうっていうところがポイントだと思うんですよね。だからこの作る人ももう思わずなんか口に出しちゃうようなメロディーを多分心がけてると思うんで、めちゃシンプルなんですよ。コードももうほぼ入門コード、あ、いつもの流れです。はい、これがまず赤いキツネと緑のタヌキ、もうここで終わっちゃうんだもん。はい、そして、ヤンボーマーボーがここまでだな。はい、下に囲ってるのはかっこいいバージョンでしたからね。上の段をとこう分けてください。はい。こんな感じで書くといいですよということです。なんでね、これ前回10曲で今回7曲かっていうか、ノートに一冊にぎゅうぎゅう詰めで入る長さってことなんですよね、つまり。あ、じゃあこれがカールの歌ですね。三拍子ですよ、三拍子。はい。はい。一時停止でメモってください。テロップ書いた方が早いかもしれない、今日はね。まあまあいい、いいです。一応写しておきますね。はい。で、これが文明堂のカステラ。これはね、なかなかタフな感じでね、スカバージョンでやりましたけれども、はい、これはちょっと倍で撮ってますけどね、倍っていうのはカステライズ文明堂デレデデデレデデって口で言ってまたここに戻ったということです。まあまあだいたい動画見ていただいてわかると思います。はい、そしてこれだよ、これ新日本ハウスね。これがまたね、ガズさんお気に入り、今回一番スペース取ってる新日本ハウスね。これね、4行、この4行ですね。よし行くぞさん、はい、で、牛乳石鹸、良い石鹸、もうたったこのワンフレーズだけで、最後無理くり押し込んだのがこのバーモントカレーでございます。はい、ハウスバーモントカレーだよー。はいはいはい、こんな感じですよ。 OK かな。はいはい、こういうのメモってもらって、あの不意にね、こうサッとこうできるように。ただいま、Gラボのウクレレたち大好評にて販売予約受付期間真っ最中です。このオールハンドメイドで作られたすごいウクレレたち、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。そして新たなサービス、このリユークっていうのが始まってます。これもね、サスティナブルですごい、あれですよ、下取りサービスになってるんですね。新しく始まった。これも概要欄に貼っとくんで見てみてください。で、お知らせとしては12月7日、沖縄でガズレレイベント無料開催です。純駆動書店那覇店さんでやります。これもちょっと詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひ沖縄の方来てください。で、沖縄にその12月7日に旅行に来るのもみんなおすすめですよ。ウクレレ持って集まってください。はい、そして、いろんな本出てます。はい、今の沖縄のイベントもね、この黄緑色の本の発売記念イベントという一環なんですけど、もう20万部です。皆さんご活用いただきありがとうございます。まだの方チェックしてみてください。さあ、皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もう、ご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます、日本最大の音楽出版社さん、リットミュージック社さんから、ずらずらずらとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、うわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずです、
プリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども。でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そして、ガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひ、このバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。